どうもショータイムゴルフです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、今日はカレドニアンクラブに来てます。ゴルフクラブだカレドニアンゴルフクラブに今日はですね、このカスナ2人と2人がカスナ2人組が対戦していきます。カスナ2人組皆さんかけてかけてかけて、負けたらカスになっちゃった。カスになっちゃった。わかんないけどカスだよ。ショータイムゴルフだ。カスいつも。ショータイムゴルフだ。カスもうアマチュアいいから。そう、あの立て佐藤の回ってる時まあまあで回るんだけどね俺ら。あのだんだん出演回数が増えるにつれて喋りは上手くなってる。ゴルフは下手だ。ゴルフ下手だって。そうそう、アンダーね、アンダーお願いしますよ。アンダー1回もないのこのホールバイト帰りますね。ちょっと本当にかもしれない。今日どうします、対戦方法は。じゃあもう第1のストロークでいい。ストローク？ストロークでいいんじゃないですか。じゃあ今日勝った方になんと、まあ、マッチでもいいけど、いやストロークでいいから賞金2万。お、出んの？出ます。イエーイ絶対取って取ってこれ大丈夫？マジっすか？いいんですか？コンプラ大丈夫なんですか？だってなんか酔った勢いで LINE で言っちゃったじゃん俺。いや、いや言っちゃったけど、いや次の日の朝めっちゃ後悔したけどえ、大丈夫なんですか？ショータイムゴルフ的には。うん、大丈夫大丈夫。いや、2万でいいよ。2万でいい。おー、よしよしよし。それで俺スターイク、スターイク、スターイク、スターイクってことで、スターイクを頑張ってください。じゃあ、取ったら俺スターゴストしてあげるよ。分かった。うん、で、勝ったら俺のことゴストしろよ。おかしいだろ。やる気出たね。やる気出た。めっちゃやる気出た。2万出んの？さっきまで寒っと思ったけど、めっちゃ暖かくなってマジで。うん、マジで2万ですか？うん、2万、2万、うん、はい、最初はグー、じゃんけんぽい。はい、こうでしょ。帰るわ、もう負けたわ。まあ今日はね、僕はこう、まあ、たしたし、たしたし大丈夫ですか？勝っちゃうんですか？たし勝負ですけど、うん、まあ僕はもう、自分との戦いだと思ってます。はい、いかがだろう？あの、今日は、うん、己の過去のトップの高さと今日のトップの高さ、どっちの方が上がってるかっていう勝負です、ね。ゴミが上がってるよ。何言ってるかちょっと分かんないですけど。おぶれ。おぶれ。そこ来る。ごめん。今日目標のスコアは？スリーアンダー。じゃあスリーアンダー。スリーアンダはい、お願いします。427ヤードパー4 1番。右ラフです。カメラワーク下手になったんだけど俺。このぐらい、このぐらいを上げたい。違うよ、上げて上げて。このぐらい、このぐらいは。そうそう、ここまで上がらない。無理や、これは無理や。立雄さんのでもそのぐらいの気持ちで。お願いします。こんにちは。いいよ、よいしょ。思ったよりももう、そこだから、今日はもうそこにかけてるから。ど真ん中ショウさん、親知らずなぜ抜いたの？だからちょっと腫れてますよね。腫れてる腫れてる、めっちゃ腫れてるよ。なんでそんな。ショウタイムゴルフ儲かってきたからさ、親知らず抜くした俺らにもお金出してくれんじゃん。そうそういうことだよ、多分。全然儲かってないよ。でも5、6本は抜いたわね。あこいつさ、顎殴っていい。顎殴っていい。顎痛いんだから。顎殴っていいよ。寒さ吹っ飛ぶよ、この生まれ。まだ痛むんだよ。結婚相手いるんですか？怖いよ。結婚相手は見つかりました？もう3人ぐらいのね。3回ぐらいしますから。もうさ、ねえ、勝手に仕上がるだよ、ほんと。何ヤードだっけ？165。165ヤード6番。ちょっと木が邪魔で。低めで。木は抜けた。いや、ナイス。素晴らしい。大体150ぐらい。150。8番。なんか飛ぶようになってない？飛ぶようになってない。お前7番じゃなかった？150。違う。
乗った乗った。ちょっと上がってました。うん、多分上がってるよね。毎回確認するから今日。本当はミケルソンをテーマにしていかなきゃいけないんですけど。ああいいねミケルソン。俺ミケルソンスイング本当好き、ね。今週のチャンピオンだから、まあ、テーマはミケルソンだけど、まあ、スイングのイメージ的には、まあ、前回のあの勉強会ここでのね。あのツアー選手との勉強会を踏まえて、あの朝 GP の、ね、スイングちょっとのイメージをお借りして、もうちょっとゆっくりしたのいいですね。もうちょっとゆっくり切り返し早いんじゃないですか。切り返し寝てます。でも朝地先輩ほら切り返し寝ないからクラブ、そこは全然もうやっぱ団地に違うところだ。まあそこがねツアー選手との差ってやつですけど、まあでもね、でもさ、やっぱテルヒ君のさ、視聴者さんもテルヒ君のファンってさ、やっぱテルヒ君と同じように自分の世界を切り開いてる人多いよね。コメントを見てる限り意味がわからないテルヒ君と一緒に自分の世界を切り開いてる人が多いし、まあ、テルヒ教にみんな入門したいんじゃない。まず T 捨ててこいって言った方がいいよT 捨ててから俺のところに来いって直ドラでやる、できないとテルヒ教入れない。その期間が2年ぐらいは必要かもしれない面倒くさい。必修科目だ。テルキのバディパット。強ね、この前からパター。ちょっと微妙な距離が残った。伊藤君が木の下から奇跡的なショットを放った。上りのフックかな。久しぶりだ、あの短い素振りしてるの。いいよ。惜しい。やっぱ思ったより転がるんだよな、こう作ると。こんな打ってるつもりないんだよな。怖いこれ。怖い。結構ええな、短いの。80センチぐらいですかね。ちょいフック。ナイス。ナイスパー。ダボスタートじゃなくてよかった。カスだから、パーちょっと嬉しい。パー嬉しい嬉しい。カスだからね。パー嬉しいんだよ。カスだから。パーがバーディーみたいなもんだ。そう。もうバーディー取ったらイーグルと一緒よ。イーグルなんか取っちゃったらもう何が起きたのみたいな。ねえ。ねえ。なんで服かぶってんの。かぶせないでくれ。本当だ。かぶせてきたあいつ。違う、こっちだからかぶせてきたの。本当にこいついつもそう。いつもかぶせてくれるから。かぶしてきたのこっちだから。いつもさ、カラーパンツ履いてるじゃん。かぶることないから。俺がね、この間、あ、今度は晴れた日白で行くからってこの間言ったはずなのに白履いてきやる。仲がいいね。55ぐらい。たまには撮影者もカメラマンも映っておかないと。あの裏側ですね、裏側。ショートタンファンもいますからね。いるのかな。いますよ、たくさん。いますね。570ヤード、パー5。ちょっと待って。胸焼け。心臓止まりそうになった。心臓止まりそうになった。日頃の不節制がたたって。何歳だよ。心筋梗塞。まあ、ここで倒れたら置いてくけど。税金の無駄遣いだ。おお。飛んでないな。あ、T 低いっすよね。うん。竹内輝彦に入門するにはみんな T 低くしないと。
ピン。ロングさんもさらにきつくなった。ああ、この木の裏方面。これじゃないと角度的に無理。それは当たんないでしょ。当たったら弁償だよ。うん、弁償で。当たったら弁償だよ。そこに当たんねえだろうよ。絶対当たんない。何番？4番。林から2打目。昨日出来上がった4番。うまい。うまい。ナイス。ありがとう。ナイス。何ヤードぐらい？何ヤード？275って書いてある、これ。ああ、そんなもんね。270ぐらい。ナイス。手前止まったから、バンク入った。え、200弱ぐらい。うん、200ぐらいだね。ちょっとピン奥なんで、5番アイアンで。つま先上がりのポイントは、まあ、傾斜の度合いにもよりますけどね。やっぱ強かったらもう左巻くのはしょうがないから、うん、やっぱ右抜きますけど、うん、僕基本あんまつま先上がりをフックしないように、ま、うん、っすぐ右にこうなんかこう滑らせるみたいなイメージがあるんで、うん、まあ、今はフックしちゃったけど基本はまっすぐ飛ばすイメージですかね、うん、なるほど。つま先上がりでも、うん、左向きますね。あ、そうなの。でも本当にウェッジとかは右向くけど、うん、長い番手は右向かないように逆に気をつけて。でもまあ今左行っちゃったから、うん、ダメです。今のミスの原因は、今のは多分5番持ったから、うん、飛ばしに行っちゃったから、うん、ちょっと自分で捕まえに行き過ぎちゃった、うん、なるほど。で、まあ、読んでそれ抑えるみたいな、そういうのちょっとできない、やってない。やってないんだよ。そこがカスなんですね、やっぱり。カスのゆえんってやつ。なるほど。もうずっと待ってるから。早く来ないのってずっと見てる。あ、乗ってた。ホームラン。満塁ホームラン。おめでとうございます。本当こういうバンカー嫌いなんだよな。苦手なんだな、距離のあるバンカー。どうやってんすか、距離のあるバンカー。深いのは得意なんだけど。あんまり開かない。開いてないんですよ。開かないと飛んじゃうんですよ。で、開くと飛ばないんですよ。薄く取る。あー、厚く取っちゃうと飛ぶんすか、やっぱ。分かんねえんだよな、遠いバンカー。これ、一番外しちゃいけないところ外しますよ。うん、3打目、4打目か、はい、ピンはちょっと段群の上ですね。段があるんで同じ段に落としたいですね。40ヤードぐらい。うん、伊藤君の4打目。ちょっとこれもめちゃくちゃ下ってんの難しい。ここにね、段があるんでそこまでは行きたかったけど、金です。まあ早速ね、早速やっぱりパー危ないですね。簡単なパー5なんですけど、めちゃくちゃスライスの下り。めっちゃ強いぞ。竹内プロのパーパット。これもめちゃくちゃ速いと思います。大体3メートルぐらい。ナイス。うまい。
ナイス、読み切りました。ナイスセーブ。あ、パター練習した回があった。練習したら。伊藤くんの。ナイス。伊藤くんのボギーパット。約。ケイさん大丈夫。彼短いパター持ってるから、はい、何を教えても思ったとこ打たないから。1.5 メートル。どうもスライスに見えるんだけど。はい、でもフックだと思うんですけど。フックだね。フック？めちゃくちゃフックだと思う。フックですよね。うん、強いわ。強い。ダメだな、ダンジャこれもわかんねえぞ。ライズ失礼。おっと。三着食べた。長尺使いて。いきなりトリプルですね。三着やっぱダメだ、怖え。え？全然怖え。で戻していい？不使用宣言されたの。うん、まあ呼んだばっかだっけ？呼んだばっか。はい、皆さん、こんな僕らでも応援したいなと思った人はグッドボタンを、こいつらカスだなと思った人はチャンネル登録をよろしくお願いします。今後ともショータイムゴルフをよろしくお願いいたします。お願いします。